バルディス・ドンブロースキスは、ラトビアの政治家、元首相。2014年11月に、欧州委員会副委員長兼ユーロ、社会的対話担当委員に就任し、2016年7月16日に、ジョナサンヒルが辞任すると、金融安定、金融サービス、資本市場同盟担当委員も兼務することとなった。ラトビアソビエト社会主義共和国のリガで生まれた。 1995年に理学大学から経済学士を、1996年にラトビア大学から物理学修士を取得。1995年から1996年にかけてドイツのマインツ大学の研究所で、1997年にラトビア大学個体物理学研究所で、それぞれ助手として勤務した。1998年には、 アメリカ合衆国のメリーランド大学電気工学部でも研究助手を務めた。2002年に政党、新時代に入党し、2004年までの2年間、最マの議員を兼ねて、ラトビアの財務大臣を務めた。また2003年から2004年にかけて、欧州連合理事会のオブザーバーとなった。欧州議会議員としては、予算委員会など3つの委員会に所属した。 2009年2月26日、イバルス・ゴドマニス首相の辞任に伴い、バルギス・ザトレリス大統領は、ドンブロースキスを、次期首相に、指名、3月12日に、ラトビア国会に承認された。2013年11月27日、同月21日に、首都リガで発生し54人が死亡した、スーパーマーケット屋根崩落事故を受け、首相を、 隕石辞任することを発表した。2014年11月、欧州委員会副委員長兼欧州委員に就任する。ありがとうございます。